今週も始まりましたパチタイム TV。 皆さんこんばんは。さあね、もうね9月の半ばということで、はい、うん、秋もねだんだんと近づいてきましたけど、うんうん、まあ、秋といえば、うん、スポーツの秋。そう ね、 ね、うん、体育祭もね近づいてきますけど、はい、なんか2人そういう体育祭で活躍したみたいな話体育祭の思い出を喋ります。面白い。さやちゃんは多分ダメだったと思いますよ。足とか遅いでしょ。いや足が速くて困ったすごい鍛えられて。ちょっと待って本当本当本当の話して本当絶対遅いでしょ、うん、こうやって走りそうな、なんかカーブの時女の子こうやって走る子いたよねこんなタイプでしょ。そのタイプではない。嘘、こうやってなかった。さやちゃんの走るシーンちょっとやめてね。川柳で、はい、走りながら川柳、走りながら川柳ね、やっ企画したいと思います。はい、ということで早速企画ご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。さあ本日は黒崎太陽会館にお邪魔しております。早速今週もスペシャルゲストご紹介しましょう。こちらの二人です。どうも。うわ、また来た、また来た、また来た、ジャグラーマイスターデリカツです。はい、よろしくお願いします。もう混んでって言ったよ、ね、いやいやまた来てくださいって言われたじゃないですか。言ってねえわ、それ言いましたっけ。一言も言ってねえわそしてもう一方。はい、パチダイエンゼルスのみのりです。みのりちゃん、いらっしゃい。みのりちゃんはいつ遊びに来てもいいからね。ありがとうございます。なんか、まあ、美穂さんいたんですか。え、今日もいたみたい。まだおったんか、お前は。そういえばまだおったんか。ちょっと待って、前回私がいない時に。そうよねえ。いや、僕てっきりあのレギュラー交代かと思ってたんですけど。いやいやいや、お前まだおるんか。いますよ、だってレギュラーですもん。引き継いで私は逃げたかと思ってました。いや、今日は負けません。私は健坊さんのもう横にずっといるんで、負けない。帰っていいですよ。いや、もうおどおどするのやめようと思って。すごいですね、これ。どんと構えようと思って。福岡のレギュラー争奪、戦国時代がやってまいりました。革命の声です、これは。さあ、本日の企画を皆さん発表してください。はい、黒崎太陽会館、8月10日にリニューアルオープンして、初の公開収録を行いたいと思います。お、題して。題して、リニューアル記念ジャグラーバトル。よさあ、リニューアルオープンしまして、うん、ハッピージャグラーコーナーや、はいはい、ゴーゴージャグラーコーナーが増大されたんですよ。あとゴスロコーナーも新設してますし、はい、絆も増大しております、はい、そうなんですよ。店内が一新しているので、うん、その店内で今回はバトルを行いたいと思います。みおさん、はい、大丈夫でしょうか。大丈夫です。今回はあの、うん、パチタウンチームとゲストチームに分かれてバトルを行いたいと思うので。俺頼みじゃねえかそうだからね、大丈夫かなと思っています。チーム戦ですか。はい。おー、さあということでジャグラーコーナーを使ってチームバトル勝利目指して頑張っていきましょう。やるぞ。あー、お、今回の実戦舞台は黒崎太陽会館。総設置台数579台のパチンコパチスロが取り揃えられており、バラエティ豊富なラインナップが魅力のホールとなっています。さあ、私たちはハッピージャグラーで頑張ります。頼むよ。今日は絶対当てるって最初に言っとこうどんどん回して。はい、私とみのりちゃんはゴーゴージャグラーに来ました。はい、あちらはハッピージャグラーということですけど、まあ、ゴーゴージャグラーの特徴としては、まあ、他のジャグラーより もうボーナス確率が甘いということで、はい、結構まあ低設定でも当たりやすい仕様となっております。当たりやすいのは有利なのはこっち、ゴーゴージャグラー。ゴーゴージャグラーの方が当たりやすいと。はい、そうです。あと、まあ、7が見えやすいので、まあ、老若男女楽しめる仕様となっております。みほちゃんもなんかちょっと最近でちょっと楽しみないみたいなので、今チャンスかなと思います。そうですね、2人ともレギュラーの座を狙う気満々みたいですよ。レギュラーチーム大丈夫？とりあえず空いてる台に座った次第なんで、まずは初当たりだね。はい、でも健坊さん、横同士相手でよかったですよね。そうだよ、ね、やっぱり隣は私が安心するでしょ。いや、そういうことじゃなくてそういうことなんで。お、あ、音がした。音した、音したということは当たりのピッチですよね。おい、いけプレミアム演出で当てた美穂ちゃん、意
出だしですね。しかしすぐにジャグレとはいかないようで、もう90回転台になったらやばい。まあでも誰かなって思ったその時みたいなことがよくあるからそれをしっかりと叶えてもらいたい。最後まで諦めないあーでも後に回転その時99回転ギリギリジャグリンです。本当にその時だった持ってますね、美穂ちゃん。見事ジャグリン。まあレギュラーだけど嬉しいです。その裏でみどりちゃんもランプを点灯させました。ここランプ借りましたよ。ちょっと桜魔術師さん、あ、ちょっと間違っちゃったジャグランマイスターですか桜魔術師さん、はい、早く当ててくださいよ。大丈夫です、自分は知り上がりの男ですから。ここからここからですね、はい。負けじと頑張ります。まあまあ、レギュラーの当たる台はいい台ですからね。よろしくお願いします。そうですね、90回転台でなんとかなんとかジャグレーをゲットできました。やったすごい賑やかなホールの中でも響いた。やったー、キック2回目です。すごいね。どうしたどうした。このままだったら危ないなって、やっぱり頑張ってその調子で。あ、分かりました。ただ俺が一回も当たってないよ。なんかレギュラー手伝ってくださいよ、変わらないようにしかしゲストチームも強かった。二人同時に総合ラップ転送です。大活躍していますが、ゲストチームが揃って好調。珍しく健坊さんがまだ当てられていないようですが。先生、はい、当たんないですけど。まだ一応当たってないんですか。本当ですか。審査してもらっていいですか。はい、大丈夫ですよ。失礼ありますよ。はい、砕けてますけど。割れてるんですけど、薬。これはすぐ当たる薬です。そうです。はい。じゃあ、どうぞ。ありがとうございます。これもすぐ当たりますので。ありがとうございます。お薬いただいたんで、すぐ当たると思います。本当にそれで効果があるんですかね。健坊さんの横に内臓しました。さっきジャグレー目指してたんですけど、過ぎちゃったのに。また同時にペカりましたよ。同時にペカりました。
ですね。いい台です。いやー、持ってますね。美穂さんに5回って言っちゃったから、5回は最近当てないと思ってたんですよね。安心しました。さらにここでデリカツが、はい、またすぐ当たりました。もう持ってきました ね、 ね、すごい。まあ、これもビッグですよ、絶対。まあまあまあ、レギュラーがつく方がね。ジャグレーも繰り返すデリカツ、ゲストチームかなりいい調子です。やりました、5回目取りまくってますね。やばいです、やばいです。やりました。今日もデリカツの独壇場ですね。さすがジャグラーマイスターですね。そして剣坊さんはというと、レギュラーということは私たちレギュラーでいいですよね。
しょうがないですね。お薬が全く効かなかったんですけど。すいません、割れてたんで、あれちょっと何の話ってました。すいません。楽しそう。自分ばかり。ごめんなさい。聞いちゃいました。今日はちょっとひがみっぽいんでね。自分ばかり。チームだから、ここは。チームだろうが。チームでしょ。なんで一人やんねんだよ。逆に言わせてください。当ててくださいよ。チームプレーだろ。いやいや。ヘゴがすごい、ヘゴが。いやパスっても知らないのかお前。全部自分でシュート打ってさ。何言っても負ける。そんなにサッカー楽しいのかよ。なんでわかるし。チームだろうがよ。落ち着いて。パス出せよ、パス。ゲストチームがレギュラーということで、デリカスター、はい、エンディングお願いします。仕切っていいんですか。お願いします。さあ、ジャグラーマイスターが、なんて言いましょうかね。ちょっとやっぱり健坊さん、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。司会はやっぱり健坊さんじゃないとできないです。ありがとうございます。お願いします。帰ってきた、できました、できた、ゲットだぜ、ゲットだぜ。はい、私はもう居残りますよ。おめでとうございます。居残ります。はい、もう美穂さん、美穂さんのレギュラーはもう今日までということで。いやいやいや、お疲れ様でした。なんでよ。いや、回数言っていいですか。7回ですからね、一番当ててますよ。もうエゴがすごすぎる。いやいやだ、エゴがすごい。もう全部俺が俺がだもん、ね、も私なんですけど、はい、いやいや、残らせてもらおうかなと。うん、なんでここがええっていうの。さあ、というわけでございまして、はい、私今から戻って当たるまで帰らんす。そうでしょ。福岡チームここまでです。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ゲストの2人ありがとうございました。ありがとうございます。戻ります。さあ、オープニングで話してました、うん、ちょっとね、走りながら川柳を言うっていうのを決定したかと私は思います。決定いたしました。いや、もうさやちゃんの走りながら川柳決定です。でもそれで取ったらさやちゃん結局手回してたりしたらカーブで、それはもう怒りますよ。可能性あります。本当に衣装とかもやっぱちょっときっちりしてブルマ入っていただく。ブルマ体育、そう、体育ね、さやって書いたやつを、それがうわーって。いや、さやちゃん人気出るよ。ただ今週間に合わないらしいんですよ。来週まずやってみますんで。そうですね、皆さん来週期待してください。さやの走りながら川柳、はい、ぜひ皆さん最後の最後までさやちゃんの川柳も今週もありますからね、はい、いただきたいと思います。ということで今週はここまで、はい、それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。噛んじゃった。バケ続き、高設定だと暴けたぜ。来週も見てね。